答えるな、小僧ども！よく聞け、お前たち。これからアテナと釈迦の死の意味を、すべてのことを教えてやる。そして、教皇としてお前たちに命ずる。直ちにハーデス城へ乗り込んで、ハーデスを倒せ。今こそ、ハーデスの野望を叩き潰す時が来たのだ。何？ハーデスを倒せだと？シオン、あなたは一体？アテナ、あなた、まさか自らシオンに呼ばれるとは。あなたは私たちの心の奥底の苦しみを分かっていてくれたんですね。何を今さら泣いている？アテナを死に追い込んだのは裏切り者のお前たちではないか。一体お前は敵か味方か。そうだ、はっきりしろ。うろたえるなと言ったはずだ。たとえ死してもアテナのセイント、ハーデスなどに寝返る者が一人でもいると思うのか。何？私もサガたちもアテナのセイントだ。たとえハーデスが永遠の命をくれるからといって、アテナの命を取りに来るわけがあるまい。バカな。それでは一体なぜ今まで？そうだ、なぜ今まで執拗にアテナの命を狙いに来たのだ。全てはこのためだ。聖なる衣よ、243年の時を超え、今またここに目覚める時がやってきた。大いなるアテナの血によって再び目覚めたまえ。何？アテナの血を受けたアテナ心臓が冥道と共に輝きを放っている。これは一体？消えたのではない。よく見ろ足元。何？あの巨大な像がこんなに小さく。それこそが大いなるアテナのクロスなのだ。なんだって？アテナのクロス。もはやこのシオンに残された時間はない。この身は間もなく塵となって消え、再び死の国での永遠の眠りが待っていることだろう。その前にお前たちに与えるものがある。アテナの血を俺たちのクロスにつけて。シオン、これは。お前たちもアテナの血によってよみがえるのだ、ブロンズよ。そんなだけで修正不可能かと思われたら。
これは何？そうだアテナの血によってよみがえった。それこそまさしく最強最後のクロス。お前たちのクロスもよみがえる時には人間の血液を必要とするように。アテナの大いなるクロスもまた200数十年に一度よみがえる時にアテナ自身の血を必要とする。しかしそのことを知っているのはかつて教皇であったこのシオンただ一人。ハーデスを相手に戦うにはアテナもクロスをまとわねば決して勝ち目はない。なんとかアテナにクロスをまとってもらわねばならん。そんな折ハーデス側の方から死の眠りの中にいた私たちに誘いがあったのだ。もしアテナの首を取ってくれば死の世界から解き放ち永遠の命を与えてくれるとな。私たちはそれに乗ったふりをしてこの12級に乗り込んできたのだ。アテナにアテナのクロスのことを伝えるために。だが表面上はあくまでもアテナの命を狙う敵として。そうしなければハーデス軍の監視は並大抵のものではない。私たちの真意を知られれば立ちどころに私たちの身は消されてしまうであろう。そうなっては全てが水泡に帰す。あえてアテナに禁じられたアテナエクスクラメーションまで使ってハーデス軍に見せたサガたちの心の慟哭がお前たちにわかるか。教えてくれシオン、俺たちは何をすればいいんだ。言ったはずだぞ、本当の戦いはこれから始まるのだと。アテナも釈迦も戦いを放棄したわけではないのだ。何？死んだアテナや釈迦が？それは一体どういうことなんだ。それは、どうしたシオン。ハーデス側がくれた束の間の命は朝日が昇るまでの間12時間ということだったがどうやら別れは早々と訪れたようだ。シオン、私に構うな。お前たちはすぐにハーデス城へ向かうのだ。今なら先に行ったサガやアイオリアたちのコスモをたどっていけるはず。そしてアテナにこのアテナのクロスを必ず届けるのだぞ。分かった、必ず。シオリを許せ。お前たちにはシオリの辛い苦しみを味わわせてしまったようだ。だがお前たちの苦しみは決して無駄にはせよ。生き残った者たちで必ずハーデスを倒してみせる。そしてわしも間もなくお前たちのもとへ行くだろう。それまでさらば友よ、行くかカノンよ。
おとも捕まつります、さすがはかつて最強を謳われたゴールドセイント。よくぞ12時間以内にアテナの屍を抱いてきたもの。まあ日の出までに取ってこねばハーデス様にいただいた束の間の命も朝日とともに消え失せてゆく。お前たちも必死であったのであろうがな。さあ早くアテナの死に顔を見せよ。その前に。どうした？アテナを殺してくれば我らに永遠の命を下さると言われたハーデス様のお言葉に間違いはありませぬな。何を言うかと思えば、もちろんハーデス様は心優しきお方。嘘偽りなど申されぬ。安心せよ。されば、ぜひともハーデス様に直にアテナの死に顔をお見せしたいのでありますが。何？ハーデス様に直に？ならぬ。ハーデス様は神であらせられるのだ。人前になどお姿を見せるわけがあるまい。このパンドラが見ればそれでよい。さあ、アテナの死に顔を見せよ。死体はどうした？さあ、ここへ運ぶ途中でどこへ消えたのか。まさかアテナ直々、冥界のハーデスの元まで行ったのか。パンドラ、後ろを取らせてもらった。知っているように俺の剣はエクスカリバーだ。ちょっとでも動けば首が落ちるぞ。憎き敵とはいえ、女に対して手荒なことはしたくない。首と胴がつながっていたければハーデスのところまで連れて行け。ハーデス様に会って何とする？もちろん首を取る。今度は本当に我らの意志でな。なるほど、見上げたものよ。さすがはアテナのセイント。今までは全て我らを欺く偽りの行動だったということか。だがお前たちは大事なことを忘れていないか。何？愚か者め、お前たちが今までこうやって動いてこれたのもハーデス様が下さった束の間の命によってではないか。その恩も忘れた亡者どもは無限地獄へ落ちて永遠に苦しむのだ。わずかに残っていた力も急激に失われていく。何を、一体何をした？私は何もしていない。ただお前たちはあの天窓から差し込む夜明けの薄明かりを浴びたに過ぎない。ハーデス様からいただいた12時間の命、その命の消え去る時が来たということだ。苦しいか？再び死の国へ舞い戻るのが恐ろしいか？一つだけ答えよ。アテナは、死んだはずのアテナはどこへ消えた？アテナが神とはいえ、
その体は生身の人間に過ぎん。死んだ人間が行くところを死の国へと決まっていよう。おのれ、まだそのような。あ、いえ、サガのようなことが本当なら、アテナは、アテナは自ら死を選び冥界へ向かったのかも。まさかアテナは、アテナはハーデス様と差し違えるつもりか。伝令は、これよりこの地上のハーデス城を捨て全員冥界へ向かう。一刻も早く冥界のハーデス様を守る体制に入るようスペクター全員に伝えよう。はっ。サガン、残念だがアテナの思い通りにはならん。